次回のアロハチャレンジは、3回戦の幕が開き、どのチームも困難に直面する。一人で働くという政治の判断は正しかったのだろうか。それともクリスとローレンはクリスが使ったゴールデンココナッツの被害を防がなければならない。スコットとショーは最終ラウンドに勝ち残るため、前回最下位だったチームチャーリーを勝利へ導かなくてはいけない。4回戦へ進むのは3名のインターン。しかし賞金を手にできるのはたったの1人。次回のアロハチャレンジに乞うご期待。